現在、市内では一部の飲食店が3010運動で食べ残しの削減に協力をしていただいておりますので、このことについては大変感謝をいたします。今後さらに食べ残しを減らすためにですね、小盛りメニューとかハーフサイズの対応など協力をしていただけるとありがたいかなというふうに思います。飲食店におきましては女性や高齢者はたくさんの量はいただけないけれども、いろいろいただきたいというようなこともございますので、そういった場合、本当は食べたい、いただきたいんですけれども、残すともったいないので、注文を控えてしまうということも現実にございます。ですから、高齢者も安心して外食ができるような飲食店のご協力も今後お願いをしたいと思います。それでは次、フードバンクの推進についてお聞きします。市内で活動状況をお聞きしました。市民では皆さんもっともっと協力をしたいという方がいらっしゃいます。そこで実際に、食品協力する場合の、食料品の制限などがありましたらお聞きします。また併せて来年度市内で予定されている計画ありましたらお聞きしたいと思います。健康福祉事業部長。フードバンクにご提供いただく食品の条件につきましては、やはり長期間の保存が可能なものをお願いしている状況です。賞味期限が1ヶ月以上あるもの、未開封のもの、包装や外装が破損していないもの、生鮮食品以外の常温保存ができるもの、またお米は小麦までというような条件があります。できれば、缶詰とかレトルト食品、カップ麺、インスタント味噌汁というようなものが好まれるというふうに聞いております。本市の状況ですけれども、今年度はマイサポの窓口で食品提供をお願いしたり、またふれあいセンター瀬場広岡でもポスターを掲示するなどして提供を呼びかけたりしておりますので、この事業は来年度以降も継続していきたいというふうに考えております。また、フードドライブという事業がありまして、これは一般家庭の食品を寄付していただき、寄付された食品を福祉施設や困窮世帯に提供するという活動でありますけれども、これにつきまして12月20日頃に保健福祉センターのロビーで実施したいということで、今マイサポと福祉課の方で計画を詰めている状況であります。こんなことも来年度取り組めていければなというふうに考えております。以上です。10番議員。十分な食事を取れないという、貧困家庭がある一方でですね、年間で約632万トンの食品ロスの半分が、一般家庭から出ているというこの現状でありますので、やはりイベントや会場の提供など、今後本市としても協力できることは積極的に、また継続的に実施していただきたいというふうに思います。それでは次、農業再生の取り組みについてお聞きします。本市の農業者の状況をお聞きしました。主に農業に従事する農業者が65歳以上では、70%、高齢化が進んでいるという状況であり、また結果的に高齢化に伴い農業経営者の規模の縮小をしている自給的農家が10年前よりも107件ですかね、増加しているという状況でありました。このようなことから、収入にも二極化というような変化が見られるという答弁でありました。ここで一点お聞きします。75歳以上の農業従事者は現在どのくらいいらっしゃるのか、その割合はどうでしょうか。そして今後の高齢化の進み具合と、高齢化のスピードと農地集約の取り組みの状況が、どのようになっているのか、その点お聞きします。また地域によって農地集約化の地域ごとの違いがあるのかどうか、その点についてもお聞きします。地域ブランド担当部長。はい、まず最初にですね、75歳以上の割合でありますけれども、市内の販売農家の就業人口は2230人になっております。そのうちの 35.1% が75歳以上の方という形になっております。それからその割、進み具合という形なんですが、10年前と比べまして、18.9% の増加
5年前と比べ 14.9% の増加ということで、まあ、急激にですね、やはり割合が増加しているというそんな状況であります。それから、農地集約の状況ですが、昨年度の3ヘクタール以上の耕地面積を有する経営体の割合は 7.8% というふうになっております。これは5年前と比べますと、これは前 5.4% でありますので、約 2%、2.4% くらいの増加になっているということで、農地の集約化が行われているという状況ではあります。ただしか、その傾向としましてはですね、やはり使いやすい農地を集約していくという形になりますので、どうしてもその中山間地域的な、そのなかなか使いづらいといいますかね、そんなところ の地域については集約化が進みにくいという、そんな状況もあります。はい、委員長。10番議員。はい、状況よく分かりました。それでは次ですが、今世界ではワインブームになっておりますが、塩尻市としてもブドウの生産量の確保に関してはどのように見通しを持っているのかお聞きしたいと思います。契約農家と自社畑での生産量の割合がどのような状況か、また今後の推移をどのように見ているのかお聞きします。地域ブランド担当部長。はい、今年のですね、市内の全ワイナリー対象にした調査の結果でありますけれども、自社畑での生産量が全体の収量の約3割です。それから契約農家からの引き受け収量が 70% という状況になっております。まあ、やっぱり昨年と比べますとね、今年は被害といいますか、長雨のそういう天候によりまして生産量が落ちていますけれども、やっぱりこう年数をこう通じてですね、だんだん減少してきているという、そんな状況でもあります。ただこれはですね、一概にその生産量が確保できないではなくて、よりその品質のいいワインにしようという、そういう意識があればですね、当然ながら収穫量をやっぱり制限をしまして、いい原料をという、そんなこともあるものですから、まあ、その辺のところがこうワイナリーとかの状況によってですね、誘導されているのかどうかというのは、ちょっとまだ具体的には掴んでおりませんけれども、まあ、そういった状況もあるのかなというふうに思います。はい、であと、まあ、見通しですけれども、今後やっぱりどうしても生産農家というのは減少をするという傾向にあると思います。で、現在大手も含めてですね、自社農園を増やしていくという、そういう形ではありますが、これもですね、やっぱりどこか途中で、まあ、限界が訪れるだろうと。ということは、農地を持てば持つほど、そこに耕作する、やっぱり耕作するその職員をですね、雇用しなくてはならないということが出てくるかと思います。まあ、今現在ではそういう状況ではないんですが、これはワイナリーと連携して研究をするという形の中では、まあ、要するに畑を離したいという農家がいた場合に、契約農家であった場合には、そこの契約ワイナリーの従業員としてですね、雇っていただいて、それでそのブドウ生産をしながら、従業員としてという、まあ、そんな方法も一例として少し考えられるんですが、これは実践するということではないんですが、そんな方法も含めて、生産面積や生産量を減少させないような、そういう方策をですね、市内のワイナリーとともに研究をしていかなくてはならないというふうに感じております。10番議員。はい、まあ、生産量だけではなく、まあ、品質なども含めた総合的にしっかりと対応していただくことが重要だと思います。で、まあ、今年は特にブドウやレタスなど生産者は長雨などの影響で被害を受け、まあ、高齢化や人手不足も重なり、まあ、来年はどうしようかというふうに悩んでいるケースもございます。元気であれば借り入れを利用することも検討ができるかと思います。なかなか厳しい現状をお聞きしております。で、現在政府の方は収入保険制度の導入を検討していますが、合わせて果樹共済制度などとのあり方についても検討されています。いずれにしても収入保険制度は青色申告をしている農業経営者が対象というふうに政府の方では示していますが、本市の農業形態から見ますとなかなかハードルが高いのかなというふうに感じておりますので、今後市の農業
経営者をしっかり守り支えて発展をしていただきたいというふうに思いますが、その点何かお考えがありましたらお聞きします。でもう一点、現在市や JA や農業公社など農業公社を取り巻くさまざまな団体がそれぞれやる内容は違っても地域農業を守るという観点で共通認識を持ってやはりしっかり対応をしていただきたい。それぞれがバラバラでは経営農業生産者さんがやはり不安を感じてしまうという声もお聞きしていますので、その辺の協力体制ですね、課題をしっかり共有していただくということも要望いただいております。その2点についてお聞きします。地域ブランド担当部長。はい、最初の点でありますけども、まあ、政府はですね、収入保険制度を2019年から導入するという形で動いております。今現在、農家を守る方法としては、果樹共済制度ですとか、まあ、そんな農作物もありますけども、農家を守る制度としてあります。で、まあ、これらを一緒にしましてですね、新しい収入保険制度としてということでありますが、今、議員ご指摘のように、青色申告をですね、しなくてはならないというところが一つ、課題といいますか、ハードルになってきます。で、現在の塩尻市内の農業関係の青色申告については、全体の 25% ぐらいしかまだ青色申告されてないというような状況があります。まあ、これについてはですね、国のいろんな政策が明らかになった上で、農業者にも JA 等を通じまして、青色申告をしながら、この収入保険制度に加入をしていただいてですね、いわゆるまあ経営の安定化を図っていただくような、そんなことも自らのそのを守るという形の中でもですね、やっていただければと思いますし、市の方もいろんな情報を密にですね、して農業者に提供してまいりたいというふうに考えております。それから2番目の、支援の関係でございます。まあ、やはり塩尻市は大規模の農家もいらっしゃいますが、多くはやはり中小経営規模の農家であります。で、そういった方々はやはり、守っていかなくてはならないですし、そういった方々に支えられている塩尻の農業といいますか、食という部分もあります。そんな中で、現在 JA と協力をしまして、まあ、そういった農家によって生産された農産物は一つは学校給食で、活用しています。もう一つは、まあ、いわゆる直販施設をですね、JA 自らも持っておりますけれども、これを、県外に求めまして、今現在愛知県の、ところにですね、農産物を定期的に出荷しまして、そこでもって、まあ、買っていただいているという、そんな経営安定化を図っておりますし、あともう一点は、まあ、農作物の関係では、国のその制度を受けられない農家いらっしゃいます。まあ、認定農業者でないと今いろんな国の支援が受けられないというそういう状況になっておりますけれども、そこから農業者、認定農業者までになるにはという部分の農家の方もいらっしゃいますので、そういった方にはですね、大豆、そば等の作付けの畑作物作付け補助金、これを市単独でですね実施するなどをしまして、まあ、中小経営規模の農家の経営支援をしているという状況であります。10番議員。はい、それでは今後しっかり塩尻市の小規模農業者の方の、支援を対策強化をお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。以上をもちまして、山口恵子議員の一般質問を終結いたします。